こんにちは九州大学の林と申します私の研究ではデータに潜む規則性を見つけ出しデータを識別したり生成したりするアルゴリズムを提案しさまざまな分野へ応用しています。まず最初に研究課題名に回る生体信号を例にとりデータの規則性についてご説明したいと思います。この動画は生体信号の一種である近伝信号を計測している様子です。 筋電信号は筋肉に流れる電気で皮膚の表面に電極を張ることで計測できますグッと力を入れると画面の信号が大きくなっている様子が見て取れますまた手を横に曲げるとチャネル3が大きく手を上に曲げるとチャネル1が大きくなっていることが見て取れますこのように動作と信号の関係に規則性があるため逆に信号のパターンを分類することで動作を推定することができます これはロボットや技師の制御などへ応用することができます私の解決したい課題はさまざまなデータに潜む規則性を見つけ出し応用することです規則性を持つデータは生体信号だけではありません例えば画像データではこのような色と形のパターンが現れたら犬であるあるいは猫であるというように規則性と写っている物体が対応しています 株価や人流などの時系列データでは規則性を見つけ出すことで将来の値を予測できる可能性があります。規則性を見つけることでできることは様々ありますが、本研究ではデータを自動で分類する識別と新たなデータを作り出す生成に着目します。識別はデータの規則を見つけカテゴリーごとに分ける境界を見つけることに相当します。 生成はデータの分布を推定し、推定した分布からサンプリングすることで実現できます。この分野ではそれぞれ識別モデルと生成モデルと呼ばれています。これらを実現するために技術的貢献としては確率モデルとニューラルネットワークを組み合わせた様々なアルゴリズムを提案しました。確率モデルは解釈性が高くデータの領域知識を扱うことができます。 一方でニューラルネットワークは高い学習能力を持ちますがブラックボックス的であると言われます。本研究ではこれら2つの手法の特徴をうまく組み合わせることで様々な課題にチャレンジしました。具体的には ACT-I 及び ACT-I 加速フェーズの期間中においてこれら9つの課題に取り組みました。妊婦の生体信号である CTG 解析。 生体信号を生成する生体信号ギャン。将来複数の経路へ分岐する可能性を考慮した時系列予測。識別生成のハイブリッドモデル。非正規分布による近伝識別。プーリング層のメタ学習。識別的でパラメータ数の少ない混合正規分布の学習。ニューラルネットワークの初期化に関する研究。そして生息化プーリングです。 このプレゼンでは、アクトアイ加速フェーズで特に力を入れたこれら4つの研究について説明したいと思います。まず、非正規分布を用いた近電信号識別です。最初の動画に登場した近電信号の特徴分布は、実は綺麗な正規分布になっておらず、経験的には歪みや尖りを持った分布になります。本研究ではこの知識を積極的に取り入れていきます。 このような歪んだ分布を表現できる確率分布として、ジョンソン分布があります。ジョンソン分布は、ワイドや鮮度を表現できますが、左右推定では推定が困難という欠点があります。本研究では特殊な活性化関数を用いることで、ジョンソン分布と等価なニューラルネットワークを構築し、ニューラルネットとしてこの分布を学習します。これにより、従来の 一般的なニューラルネットと比較して識別精度を向上させつつ学習時間の削減に成功しています。次に混合正規分布のスパース学習についてです。本研究ではパターン認識問題でよく用いられる混合正規分布の識別力を強くしつつパラメータ数を減らすにはどうするかという点をリサーチクエスチョンとしています。 本研究で扱うタスクは正規分布の重ね合わせである混合正規分布を用いてタクラス識別するというシンプルなものです。提案法のポイントは識別モデルを直接推定しつつパラメータ数を大幅に削減できる点です。またニューラルネットワークの識別層としても転用可能です。技術的貢献としては識別モデルの直接推定とスパース学習です。 一般的な混合正規分布推定では、クラス条件付き分布を推定しますが、識別という観点では分布が重なってしまう可能性があります。提案法では、ガウス分布の制約を緩めて、クラス自己確率を直接モデル化することでクラス分布を大きくしています。また、スパースベイジアンラーニングにより、パラメータ数を大幅に削減しながら学習可能です。 具体的には各モデルパラメータ W に分散 α を持つ事前分布を設定します。この事前分布を W が識別に効いているかどうかに基づき学習することで不要なパラメータを0にしパラメータ数を削減します。ベンチマークデータを用いた実験では従来手法と比較してパラメータ数を削減しつつ識別正当が向上したことを確認しています。 これは黒と緑の2クラスに分類するタスクで実際は各クラス2つの正規分布から生成されたデータです黒の点線は識別境界赤や青の点線が推定した分布です線形識別器では11.4%の識別誤差であるのに対し混合正規分布ベースの従来法では9.3%まで誤差が低下しているものの不要な分布やパラメータが多く存在します これに対し提案法では誤差を9.1%まで低下させつつパラメータ数を約99%削減しています。次はニューラルネットワークの初期化に関する研究です。この研究は単位行列で初期化したニューラルネットワークは学習可能かというシンプルなリサーチクエスチョンからスタートしています。一般的なニューラルネットワークの初期化はガウス分布のような乱数で初期化されます。 一方で、定数による初期化に関する研究はあまりなされていません。本研究では、定数行列の中でも最もシンプルな単位行列に着目し、単位行列に比例するもみで初期化したニューラルネットワークは学習可能かを調べました。端的に答えを言うと、いくつかの条件を満たせば学習可能です。細かい点については今回触れませんが、理論的貢献としては、この中にある 初期状態で勾配消失しないという点を理論的に証明しました。これが何に使えるかというと、ニューラルネットの内部の解釈に応用可能です。単位行列で初期化したニューラルネットワークは、学習後の重みも比較的単位行列に近いシンプルでスパースな重みが学習されます。 そのため、各層の内部特徴を可視化すると、入力の構造を保ったまま識別が進んでいく過程を見ることができます。例えば、こちらはファッションの画像を分類するタスクにおいて、シャツの画像を入力した例です。層が進むにつれて、正しいクラスの誘導が上がるとともに、エリア、ボタンなどシャツの特徴を強調している様子が確認できます。 最後に識別と生成のハイブリッドモデルについて説明します。本研究では識別モデルと生成モデル、両者の強みを持つハイブリッドモデルを提案します。パターン認識問題で広く使われる識別モデルは各クラスのデータを分けるように学習します。これにより高い識別能力を持ちますが、ラベル付きデータしか扱えないという端緒があります。 一方生成モデルはデータの分布を学習することでラベルなしデータを扱うことができますただし識別能力は識別モデルに劣りますそこで両者の積みを融合することで高い識別能力を模しつつラベルなしデータを扱えるモデルを提案します具体的にはソフトマックス層と正規分布を強調して学習します提案法はニューラルネットワークの最終層で使うことを想定しています ニューラルネットが抽出した特徴ベクトルに対し識別モデルでは全結合層とソフトマックスを用いてラベル付きデータを分けるように学習します一方生成モデルではデータをクラスごとの正規分布でモデル化しますそして識別モデルと生成モデルがお互いにパラメータに対して制約を掛け合うことにより強調して学習しています 提案法を反教師ありの MR 画像分類に応用した結果です。このグラフは縦軸が識別精度、横軸がクラスごとの教師あり学習データ数であり、赤の提案法と黒のベースラインを比較しています。学習データ数が減るにつれて全体の精度は低下していますが、提案法では特に教師ありデータが少ない条件下でベースラインの精度を上回っています。 私の研究では様々なデータに潜む規則性を見つけ出すことを目標に、確率モデルとニューラルネットワークを組み合わせた9つの研究課題に取り組みました。このプレゼンでは4つのテーマの概要についてお話ししましたが、詳細やその他の研究テーマについてはポスターセッションでお話しできればと思います。ありがとうございました。